最近映像制作を勉強する人は増えてきましたけども、そんな人たちと話をしていて、なんかそれ間違ってるんじゃないかなということがいろいろあります。今回はそんな映像制作現場における間違いとか勘違いについてのお話です。こんな項目です。色温度の勘違い。色温度は低いと黄色っぽい色に、高いと青から白になっていきます。左は3200Kの光源、右は5500Kです。現場では低い色温度を赤と言ってるような人もいますね。ところが最近、黄色っぽい色を色温度が高い、青っぽい色を色温度が低いと覚えている人がいることに気がつきました。初心者だけというわけじゃなくて、動画制作に多少経験がある人の中にも、色温度の高い低いを逆に理解している人がいるんです。なんでこんな勘違いをするのかと思ったんですけども、一般的には黄色っぽい色は暖色、青っぽい色は寒色と呼ぶことがあります。これをそのまま色温度と勘違いしている人がいるんだなと思いました。つまり暖色の黄色は暖、すなわち暖かいから色温度が高い、青は寒色、寒い色だから、すなわち色温度は低いというふうに覚えてしまっているようです。映像をきちんと勉強している人なら嘘やろうということになるんですけども、初心者に色温度を教えるときは気をつけないといけないなと思った次第です。色温度についてはこのチャンネルでもホワイトバランスという動画の中で解説していますので、そちらの方もご覧ください。バストアップって、これもこのチャンネルで以前話題にしたことですね。映像制作を学び始めるとき、まず画面サイズについて覚えると思うんです。ロングショット、フルショット、ニーショット、ウエストショット、バストショット、アップショット、クローズアップというようなサイズがあります。これをきちんと覚えておかないと、スタッフ同士のコミュニケーションは取れませんね。次のカットはウエストショットで、ここはフルショットで、とか画面サイズをスタッフで共有できますね。そういったサイズの中に胸から上を映すサイズ、バストショットを、次はバストアップですねと言ってる人を最近多く見かけます。バストアップというのは一般的には包鏡のことですね。これはネットでバストアップと検索してみてください。そんなことで、バストショットをバストアップというのはやはり抵抗があるんですけども、最近はバストアップという人が結構多いです。いろんな人の話を総合してみると、もともと映画とかテレビの業界ではそんな言葉は使っていなかったんですけども、写真とかデザインの業界では普通に使っているようですね。例えばオーディション用の写真について、フルショットとバストアップの写真とか、そんな指示があるようです。ですからタレントさんの中にもバストアップを普通に使う人が出てきて、そういったことが撮影現場にも流れてきているのかなと思いました。これも業界用語なんで、どっちが正しいとかは言いにくいんですけども、バストアップを使う人が多くなれば、それが正しい言葉ということになってしまうんでしょうね。ただバストアップはあんまり上品な言葉でもないんで使いたくないですね。1フィートは10インチじゃない。距離を測るとき、フィートを使ってますか、メートルを使ってますか。撮影の距離を測るのにフィートの現場とメートルの現場があるようですね。ですからレンズの距離メモリはフィートとメートルが併記してありますね。レンズの共同に距離メモリがない場合でも、液晶画面にピントの距離が表示されますけども、これもメートルとフィートは選択できるようになってますね。とにかくフィートでいう人、メートルでいう人が混在してますから、フィートに慣れてない人もどちらで言われても分かるようにしておいた方がいいでしょう。そしてフィートとともに、撮影関係の仕事ではインチもよく使いますね。撮影関係でなくても、例えばテレビやパソコンのモニターのサイズは16インチとか20インチとか普通に使ってますし、誰でもこの数字を言われたら大体のサイズは分かりますね。キャメラのセンサーサイズも3分の2インチとか2分の1インチとか言いますし、
それをミリメートルにした方がいいとかいう意見は全くありません。インチとかフィートとかメートルとか単位は混在してるんですけども、不都合なく当たり前のようにそれを使っているというのも面白いもんですね。ところでフィートとインチの関係なんですけど、1フィートは10インチと勘違いしている人が結構いることに気がつきました。というのは、1フィートは10インチじゃないのと思っている人も、これを見ている人の中にもいるかもしれませんね。例えばここに 10.5 インチとして売られているモニターがあります。1フィート10インチだったら、この画面の対角線を測ったらおよそ1フィートのはずですけども、実際に測ってみましょう。このメジャーで測りますけども、メジャーのゼロ起点はここですので、ここから画面の対角線を測ります。どうですか、メジャーではここが1フィートですけども、1フィートに足りてませんね。どういうことかということなんですけども、1フィートは12インチなんです。12インチごとに1フィート2フィートとなっていきます。ですので、もう一度メジャーを見てください。画面サイズはおよそ10インチということで合ってますね。メジャー自体も12インチのところが1フィートになっています。1フィートは10インチでないということはお分かりいただけたと思います。とにかく撮影現場のみならず、いろんな単位が混在してるんですけども、どれもが実心法でないということですね。年配のスタッフと若いスタッフが話をしているときに、年配のスタッフが活動屋という言葉を使ってたんですけども、若いスタッフはどうもその意味を履き違えて解釈していたというのを聞いたことがあります。活動屋というのは要するに映画制作に従事する人のことですね。映画のスタッフ全般活動屋ということです。昔映画は活動写真と呼ばれていましたから、そこから出た言葉ですね。それをどう間違えたのかというと、市民活動のような社会的活動家というように解釈したようです。まあ映画を活動写真とは言わない時代ですから仕方ないですね。ただ普通の市民活動ならいいんですけども、中には過激な活動家という意味に取られることもあるようです。学生運動盛んな頃の武力闘争的なイメージですね。世代の違うスタッフに話をするときは、そういうことも気をつけておかないといろんな誤解を招きそうです。三脚ネジの締め付けは500円玉。キャメラを三脚に取り付けるためにネジを締めるとき、500円玉を使ってませんか？多くの人は500円玉とか100円とか10円玉を使ってると思います。新人スタッフも先輩からそのように教えられるケースも多いでしょう。ただこの方法、もしかすると間違ったやり方かもしれません。というのは法令違反になる可能性があるんです。というのはコインを傷つけてはいけないという法律があるんですね。貨幣損傷等取締法というんですけども、この法律の第1項には、貨幣はこれを損傷しまたは偽物してはならないと定められています。偽物というのは要するに溶かすことですから関係ありませんけども、損傷しというのは引っかかります。貨幣でネジを締め付けるというのは、もしかしたら傷をつけたり変形させたりする可能性がありますから、この法律に引っかかる可能性がないとは限りません。ちなみに罰則規定として、1年以下の懲役または20万円以下の罰金ということになっています。まあそんな固いことを言うなよというのがほとんどの人の感想だと思いますけども、ただまあ大学で映像制作の実習を担当している立場としては、こういう法律がある以上、学生にコインでネジを締めてくれとはまあ言いにくいですね。一応こういったコインドライバーを買ってもらって、これで締めるように教えています。まあこのコインドライバー、通常の現場でも500円玉を使うより楽にネジを締められますから、財布からいちいちコインを探すより常にこれを持っておいた方が楽かもしれませんね。ただまあ法律を云々言い出すと、他にも微妙な事例はいくらでもありますし、それが撮影そのものを萎縮させてしまうというのも問題です。まあ状況に応じて各々判断してください。今回は以上なんですけど、皆さんの現場でそれ間違ってないと思われるようなことありましたら、コメント欄に書き込みをお願いします。